ナリー・シモンはアメリカ合衆国で無声映画機に活躍したコメディアン、プロデューサー、監督、脚本家である。まだ短編映画が興行の多くを占めていた1919 19年から1922年にかけては映画史上の三大喜劇王と称されるチャップリン・キートン・ロイドの人気をしのぐ勢いであった。しかし、現在その絶頂期の作品の大半が失われたとされる。なお、 大正期の日本では、ラリー、シーモンと表記されることがあった。また、フランスでは、地獄、イタリアでは、リドリーに、スペインでは、ジャイミーと、ロマシン、トマシンと呼ばれていた。1889年7月16日に、アメリカは、ミシシッピ州東部のウェストポイントにて、父、ゼルベーブル・シモンと、母、アイリーニーレアの息子として、生を受ける。 三人兄弟の末っ子で、本名は、ローレンス・シモン。父は、芸名ゼラザ・グレートとして活躍する、オランダ系移民の魔術師、母は操り、人形師であり、ローレンスは、巡業先で誕生したとされる。1901年、死の床にあった父の希望により、少年ローレンスは画家を志すが、父親譲りのショーマンシップから、青年期には、ニューヨークで発刊されている。 新聞座さんの漫画家となっていた。1916年、同じニューヨークを拠点とする映画会社バイタグラフにて、喜劇役者ヒューイ、マックの専人脚本家に転身するが、翌年に人気失墜で同社を去るヒューイの後釜として、監督と主演も委ねられた。この映画会入りから、しばらくの間は、本名のローレンスを名乗っていた。1919年、 マック・セネットを頂点とする世界的なスラップスティック喜劇のブームに乗じてアメリカ映画界で各社が競ってコメディを量産する中ローレンスはラリーという芸名に改め結出したギャグで他者を圧倒人気スターの仲間入りを果たすその作風は当時の超大作でも二の足を踏む大規模な破壊の描写スタントマンを起用した多彩なアクションそしてここ一番の見せ場を スローモーションにてダイナミックに描写するといった斬新なものであった。当然ながらスタントマン起用がバレる程度のチープな演出ではなく逆の展開に伏線を張るなど細部にも関わり、1922年に制作のザ・ソーミルでは工業収入と人気においてハリウッド騎士のトップスターとして数えられるに至った。同年は映画界が文芸路線長編化へと向かいつつある。 カトキで、ラリーも、対策を発表するべく独立、自らの制作会社チャドウィックを設立し、オズの魔法使いをコメディへ本案した、笑い国一万歳を制作する。しかし、興行は、大敗を喫し、多額の負債を背負うはめとなった。敗因は、長編映画としてのストーリー性の欠如、演出に力量が伴わず、短編喜劇で見せたギャグのルーティンにあった。何よりも、 同化に特化した寸劇風の展開が長編ドラマには不向きと酷評されてしまう。以降はドラマ制作の実績が豊富なフレッド・ニューメイヤー監督をハロルドロイドのプロダクションより高額で引き抜くと、ラリー自らは監督業から身を引いて役者に専念する。1925年長編制作の予算超過、発表する新作の興行不振で債務は膨らみ、 自社チャドウィックは、倒産、他社作品への出演やボードウィルの客演などでここを、しのぐが、1928年3月に破産、神経衰弱に陥り、同年10月8日に肺炎をこじらせて帰らぬ人となった。意外は仮装され、家族により散骨された。日本では、谷崎純一郎や、稲垣足、ミノルなどが熱愛しており、特に、稲垣足ミノルは、 大正14年から15年にかけて5つの随筆、そして溶接したシモニーの追悼文を書いていた。戦後は彼の作品の存在が全く忘れられていた。わずかに松田映画社が所有する現代不明の古い再編集フィルム、爆ン・ラリーが活弁上映されるのみで、作品的な評価とキャラクターの知名度は皆無に等しかった。 1987年9月13日に東京の喜劇映画研究会が短編数作品を特集上映、戦後初のノーカット版公開となった。この上映会に参加した山田光一ら評論家、若き映像作家人、後に公共アーカイブ研究員や大学教授として名を馳せる学生等からラリー・シモンは改めて評価された。 その時の評伝が今日における古典映画コメディの静かな流行へ繋がったとされる。また、1993年3月14日に東京のイメージフォーラム開催、サイレント喜劇の絶頂期にてラリージモン作品を初めて見た志村健は相当に驚愕したという。加えて劇作家ケラリーノ・サンドロビッチの古典映画に関する、 数々のエースイの中で、シモンの名前は頻繁に登場する。初期短編の共演者には、スタンドオレル、モンティバンクスがいる。1919年から1925年までの約40作品では、当時ベイブ・ハーディという芸名で活動していたオリバー・ハーディが、コア表の敵役として参加している。この他にも、 1919年から1921年までの短編は、後に名監督となるノーマン・タウログ、スタントマン・ケンスターのリチャード・タルマッチ、ド・ハーベイ・パリー等が支えていた。1927年公開のジョゼフ・フォン・スタンバーグ監督のギャング映画、暗黒外ではバスエのキャバレーにてコメディアン役を演じている。1927年公開のエディ・カンター主演、飛脚。 カンターでは、脚本途上監督を担当。本作の監督は、デブ君ことロスコアーバックルが、ウィリアム・グッドリッチ名義で担当している。ありがとうございます。